疲れ様でした。まず試合を終えての感想を教えてください。前半は自分たちの流れでいい試合ができてたんですが、後半、自分が点取らなきゃいけない場面で取り切ることができず、終始相手のリズムで、乗られてこういう結果になったのかなって思います。なんか本当試合でなんかあんま見られないドリブルハンドリングとか、技を見せてもらったんですけど、ああいうのってもう普段から練習してるんですか？はい、小さい時からドリブルが好きだったので、練習はずっとしました。なんかその途中の競ってる場面での留学生の方に向かってレイアップに決めに行ったじゃないですか。あれってどんな気持ちで決めに行きましたか？もう取らなきゃいけない場面だったので、そこは相手はでかかったんですけど、あんま考えず突っ込んでいったんですけど、はい。試合で使っていたドリブルハンドリングとかはなんか参考にした選手とかはいらっしゃいますか？NBA の、今活躍しているカリー選手だったり、 あとはアービングだったり、そのドリブルが上手い選手は真似してきてます、はい。でも途中でめっちゃディフェンス疲れてましたもんね。ベタ好き、めっちゃボールもらいづらかったですね。でもそれでもめっちゃこのスクリーンとか使ってもらいに行ってたんで、本当すごいと思いました。ありがとうございます。これからも頑張ってください。お疲れ様でした。